八倉井さんは、元競輪選手。京都府京都市出身。日本競輪学校第42期卒業。現役時は、日本競輪選手会京都支部所属。師匠は、森島聖太。ホームバンクは、京都無工長競輪場。京都市立木笠小学校、京都市立木笠中学校を経て、京都商業高等学校在学中は、相撲部に所属。 1975年度高校総体個人ベスト8。1976年度京都相撲選手権、個人優勝。卒業時に日本競輪学校の適正試験を受験して合格し、第42期生として入学。同期には中里光則、岡本慎吾らがいる。初出走は1978年10月8日の甲子園競輪場で、初勝利も同日。 1980年代には S 級選手として数々の特別競輪に出場した。選手生活の晩年は日本競輪選手会の京都市部長も務めていたが、2013年12月26日の無校長競輪場第 2RA 級チャレンジ一般戦4着をもって引退を表明し、2014年1月7日に選手登録少女。 通算成績2907,321勝。優勝20回。京都無こ町競輪場における大部分の施設は昭和40年代に建設されたもので既に老朽化しており、競輪事業の収益も好転することが予期できないとされ、事業損廃について検討するように求められたことから、京都府は2009年に田中厚人関西学院大学教授を委員長とする。 無効調競輪事業検討委員会を設置した。2009年当時、地元選手会の支部長であった八層は、無効調競輪損壊問題検討委員会へ出席し、競輪の売り上げが福祉に貢献していること、選手たちがプライドを持って戦っていることを涙ながらに訴えた。ありがとうございます。